後世へ紡ぐ紀州の心、悲劇の王子有馬皇子の古墳の検証です。今回2回目ということなんですけれども、前回いらっしゃった方どれくらいいらっしゃいますか。先生もありがとうございます。前回と今回、来れば来るほどお楽しみになるというですね、ことを、しかも古墳を基礎にそんなことができるのかということに挑戦したいと思います。先ほど今日の先生が宇宙であるのに海から空へ飛ばしていただいたそのアクションに敬意を表し、せっかくですので古墳ですよ、空も飛びます海も泳ぎます。で、まあ、やはり時間がないのでゆっくり言いますが、今日の最初のご挨拶にあったように、一番っていうのが皆さんの印象に残るなっていうことですので、まあ、一番っていうのはある意味オンリーワン、さらにはせっかくです和歌山のいとこということなので、宇宙ですが海ですが徹底して和歌山で話させていただきます。前振り前回はそうだったんですけれども、本当に不詳私が最後の方でお話しさせていただくというのは、せっかく残っていただいた皆様にも残っててよかったな思えるように話したいと思います。もともとは古墳検証ですが、今日の前振りありました富士山日本一やけど王さんが何て言ってあまり記憶にない、一番目指せという、目標高くないということで、これ全然全く予定後にもないですが、富士山は日本一ですが、富士山を一番遠くから見える県、山梨でも長野でもなくて、すいません、ご承知だと思いますが、和歌山県です。はい、では和歌山の話に入ります。今日は和歌山ですが、こちらは終末期という古墳時代最後に日本で唯一造営された天皇後継者有馬皇子の墳丘お墓です。古墳時代というのは卑弥呼の時代に始まってたった400年ぐらいしかないんです。で、その中で前期中期後期最後の終末期に古墳が造営されるというのは全く異例で、しかも飛鳥大和でなくこの紀伊の地で、熊野古道すぐ近くなんですけども、御坊市日高川左岸にあります。和歌山の方だったらご存知な話は、御坊といえば安土清姫道成寺、藤原氏が松代院政をきっかけになった藤原都の話があります。今日はせっかくですので、古墳の話ということも含めて、この場所がなぜここに天皇後継者の古墳が日本中でたった一個終末期どこにも作られてない時に作られたんでしょうということは、この地を知る、特に今回取り組まれている表題になる地域にある息吹を感じて、それぞれ持ち帰ってこんな場所だったんやね、松田につないでいきたいと思います。ちょっとずれます、海に行きます。ではお願いします。もともと先ほど、オリンピックでも招致活動などでいい戦いをしましたトルコエルトゥールル号というのは、この発信をされた串本を含め、昨今来年市川美さんの映画化ということもありますのでご存知かと思いますが、私が古墳のことを取り組むきっかけは、私の実家が先祖代々古墳をあの場所を所有してたからなんですね。で、それはきっかけです。ではなぜどこにあるんだろうという時に、この地を知ることということで、エルトゥールの代表の方から今和歌山の遺徳を呼びかけていると聞きました。エルトゥールル、このトルコ語でなかなかこう言葉に馴染みの遠かったものですが、実は和歌山には紀伊半島、その海のところにはもう一つの遺徳があります。先ほどの古墳のある御坊市、円寺ヶ浜沖、そこにデンマークとの遺徳をつないだクヌッセンのお話があります。クヌッセンはデンマーク船の機関長でしたが、これは逆に日本の船舶が火災にあったのを助けたという話なんです。では日本列島は島国ですから、海で海岸事故があったとか救災したとか、例えば千葉の沖でメキシコ船が災害にあったとかたくさんあります。ところがエルトゥールルは120年、クヌッセンは50年を超えて毎年遺徳検証を行っている国が同県に
2つもあるっていうのは和歌山だけなんです。あまり知られてないですよね。エルツルルは軍艦ですし、これはまた小さな汽船ですから。ところが実はエルツルルが目指している道徳の副読本、すでに訓示点はなっています。今年の2月に全国放送にもなりました。で、トルコにおいてはイラン・イラク戦争、船を救済し、船の遺徳から、戦争時に日本の政府機が飛ばないところを助けたという恩義を忘れるという見方になったということがございますが、このクノス船というのは機関長の名前でデンマーク船なんですが、デンマークとの遺徳を今日に至るまで慰霊碑を建てて、ずっと継承を続けているというのがこの御坊沖、日高町、美浜町にございまして、このような冊子も作られ、糸物語はこのように冊子で紐解かれ、これがデンマークエレンマックス号なんですが、クヌステ機関長を絵本で助けたという本まで、いわばエルトゥルルも目指されて、また行われている日々子どもたちに述べ伝えるということを、この名もなき小さな御坊の先ほどの岩内一号本があった場所の沖で行われています。で、皆さんの周知、せめて和歌山知らねばというところで言うのは、日本で初めてのワールドカップ、日韓ワールドカップ開催地の、ボランチデンマークがここに人員を張った理由があるのではないか、公式な言い方はできないですが、デンマークがこちらの方でキャンプを張った、その理由は先ほどの戦時下に置かれるようなイラン・イラクということではないんですが、その理由が今も継がれており、さらにこれはデンマークからの慰霊碑というのが日の岬灯台になります。航空学や航空パイロットがご存知な紀伊半島最南じゃない最西最西端のところが御坊市で、そこの日の岬の頂にクヌス船の慰霊碑が建てられ、このように地元の方たちが階段回しにも遺徳の検証をしている。それは道徳教本になり、副読本になり、さらにテレビで全国放送ですでに取り上げられている。和歌山でも知らんっていうのは、今日こちらの会のもともとの基礎とあるのは、知るところから地域に根ざしている遺徳やまた遺構、そこに輝けるものを検証していこうということが主眼だと思いますので、古墳ですが飛びますが、このように海には、実は古墳のことも海をお話ししますが、エルトゥールル号と同じくデンマークの遊戯2つを今まで続けている県が全国にないってことをぜひ心に刻み、今日のお参加の方がわずかであっても1人5人話せば地上倍以上になると思いますので、一つではなく二つもあるという県民性、またそれは強いては先ほど伊藤君の話がありましたが、日本のやっぱり皆さんが何を大事にしているかという観点になるかと思います。このようにその時救済に使われた船は今も残されていて、検証記念館も入っています。で、次にですが、ちょっとすぐ行っちゃいましたが、グローバルに行きたいと思います。先ほど、日本でしかも東京オリンピック第2回目っていうのが行われる、決定いたしました。歓喜に包まれました。その最初の東京オリンピックを日本に誘致招致をした影の立役者、それが和歌山県御坊市、ご両親出身の御坊市灘で育った、フレッド・イサム・ワダさんという、2世の方です。和歌山の方です。で、皆さんこの間、ロビー活動とか招致活動には大変すごく高段にこう乗る手前のすごい人脈的な活動が必要ということはこの間の招致活動によく覚えられましたが、まだまだこの東京オリンピックというのは戦後経済復興を目指してきた日本にとっては、海外で日本の選手がこの大会に出るための世界選手権に出ることさえまだ阻まれてた時代です。アメリカで全米の水泳選手権大会がありました。和田さんは午後日高美浜町あたりにあるのがアメリカ村と言われて、北米に大変移民の多いところです。それを称してアメリカ村。和田さんのご両親も、私の祖父も同じ船で北米に渡りました。カナダからアメリカに渡られて、勤労勤勉な方は聖火業、アメリカではその聖火の組合を任されるほどにまで人脈として信仰を置かれていました。和田さんが行ったのは、ホテルのロビー活動ではなくて、
まだ宿泊場所もなく、また戦後日本へのまだ反日感情の多いパールハーバーのこともありますから、そのアメリカでの大会に対してご自身の家を宿舎として提供して、そして皆さんがご存知かと思いますが、古畑、また橋爪選手、皆さんが日本の宮田を背負ってくれた水泳選手、その人たちが世界選手権に出るときに自宅を宿泊所として提供し、さらにはオリンピック招致においてはご自身で家業を1ヶ月も休んで奥様と中南米の票を集めに回るというですね、献身誠意あって日本で戦後初めてのオリンピックが開催されました。和歌山県御坊市の名誉市民第1号でもあります。終始和歌山に帰属した話をします。今回のちょうどオリンピック、その招致において何を学ぶべきかというのは、日本に最初というのはまさに戦後の日本にとっては復興の鍵が一個一個開いてた時です。先ほど宇宙開発、1950年代、日本の開発も1950年代、お金も復興もあったときに、世界中はそのようなところに予算はできました。日本がまだ世界での信用度、また戦後の復興度が高まる前に、和田さんは、この和歌山で育った和田さんは、向こうで、日本の選手を迎え入れ、私を近づくのに歩いたという。これまた、海を渡る話で、海を泳ぎませんが、水泳にまつわる話。この間ニュースで出てますから、和歌山国体、それに備えて、プールが完成されたと。それは県産出の石材、木材を使った大変立派なプールだそうです。ただプールができたというだけじゃなくて、皆さんどうでしょう、オリンピック招致をしたですね、和田さんとその検証をね、そのプール設置の横に何か設営のこれぐらいでもいいですよ。置いたらいいと思いませんか。いいですか。権利に持ちかけ、それをどうぞやってくださいって言われましたので、頑張りますので皆さん手伝いに来てください。よろしくお願いします。古墳という起点ですが、このように和歌山、何があっただろうといえば、たくさんのように着眼でき、またオリンピック招致と和歌山国体、今年は東京ですが、そこに向かって、しかもプール水泳の選手団を支えた和田さんの研修を新しいプールの横で紹介できたらいいなというのを県議会の方に申し上げ、できるならというふうなお答えをいただきましたので、また代表と相談しながらですね、この会がですね、一つアクションしているような形で、やっていきたいなと思います。本業、岩内公でございます。この古墳で海と空を、本日は先ほどの教授に敬意を表し、無理が、もうさらに無理があるんですが、海と空に飛びたいと思います。古墳の時代というのは大変、日本の歴史を調べるならば、紀元節その前を紐解けば、やはり天皇陵やそこにしか刻まれてないという記録がたくさんあります。日本書紀、古事記、その先にあるのは文献以上に古墳が存在するというのが活字以上の意図を放ちます。先ほど申し上げましたが、この大きさの、1.19メートルで、この高さの古墳というのはできたのがほぼ大宝元年に近い、いわゆる有馬王子の父高徳年の元年、いつって思いますよね。それはですね、昨今平城遷都1300年が大変にぎわいました。その頃日本は倭国と呼ばれる、スタートを切った年、皆さん昭和とか平成とか元号って言いますが、実は元号はそうそう確定してなかったんです。言ったり言わなかったり。で、高徳というのは天皇幼名としても大変卓越した英知を称える名前、海に行きます。その高徳は平城京よりも一番広い宮と言われた浪速の宮の主でした。その一人息子有馬文字は、世が世だが世を継いだでしょう。高徳天皇というのは上に西明という姉がおりまして、その息子が皆さんが知っている天智天皇です。天智天皇、大化の改新した人かと言いますよね。実は高徳年、高徳天皇が始めました。日本の律令制度の基礎となったであろう、それが日本一の広い宮、浪速の宮、大陸からすれば都に一番近い海をめでて、その意味ではこの紀伊国というのは三重の熊野灘の先まで和歌山、紀伊国であったと言われています。外交は
外交を制するものとしての河川を和歌山は4河川持ち、この和歌山市での古墳群も先ほどの資料にありますが大変大きな古墳群を持つんですが、その次にこの日高川、この河口においては、日本で一番をまた言います、弥生式土器、まあ、弥生時代というのは皆さんご存知だと思いますけども、弥生式の時に鋳型が作られて、その日本一古いのが有馬王子の佇む日高川河口で見つかり、ただいま御坊市歴史民俗資料館に展示されています。なぜこれを言うかというと、ポツネンとコツができるわけでもなく、古墳ができるゆえんがあると考えた方がいいですね。なんでできたんやろ、なんでと。熊野古道はありますよ。ところが熊野古道といえば中辺地や田辺などの奥に向かっていくところを皆さんよくご存知だと思いますが、当然熊野古道は国道42号線を編むように蛇行しながら下っていきます。その中でこの岩内というところにはすぐこの横に熊野古道があります。まあ、これも皆さんなかなか知らないんですが、昨年春に NHK で中継もされたんですね。地元が知らないということは、この古墳がなぜここにというところに探求がいかないからだと思います。日高川を挟んで北側に道成寺があります。哲学者三原武史さんの天と天皇という作品の中に藤原琵琶湖は実在し、また養女となって聖武天皇の聖母となって宮に行ったということが下りで書かれます。その道成寺、その道成寺がこの古墳の日高川を挟んで真北にあります。話は飛びますが、この時代にはすでに風水は存在していました。いわゆるこの時代というのはたたり神の時代。自分が例えば西明がですね、自分の息子天智に継がせるために有馬王子に対してお前は謀反を企てたので刑罰に処すと言って19歳で殺されたんですが、この日本語おかしいと思いませんか。直系ならば高徳天皇嫡男、有馬王子が世を継いで現在金城天皇につながっていたところです。それが天智お前は謀反、まあ、中之江の王子謀反じゃと言うたら私も中之江の王子、まあ西明はもう一度返り咲くわけですけれども、謀反だと言ってその敬意、まあ、敬意死をさせる自体が、まあ、天下転覆を担ったであろう。また有馬の父高徳の手柄であった大化の改新を天智天皇の行ったものとして継がれる時代、そこに策略の大きさを感じ、ここに和歌山に由縁になるのは、有馬がですね15で薙刀宮で海の近くで父が亡くなり、19歳まで奈良に捕獲され、その後白浜に、まあ、西明天皇たちが湯治に行くということがあるんですが、有馬が自分の身を案じて、まあ、気の触れたふりをして、まあ、出入先の湯に使って、まあ、その後私は治りましたからといって西明を呼んだというふうなくだりは、皆さん白浜に行くと白浜の看板は全て有馬王子って書かれてるんです。先の湯のタオル持ってきました。はい、ここに書かれて、皆さん露天のお風呂入ったことありますか。ホテルシーマの先にある海に突き出したところです。まあ、そこが元湯の近くなんですけど、そこで配られる タオルには有馬王子のことしか書いていません。その先の湯の入り口、ホテルシーモア、そこの角に結城の芝というのがあります。西明や歴代天皇が来たと言われる鎮座したという結城の芝、そこも有馬王子のことしか書かれていません。有馬王子がこの湯をめでるよう言って歴代天皇が来たというような、なので、白浜には有馬王子の記念碑が立っています。白浜をよくぞ着眼してくれたと。そこにまた連れて行かれ、都に帰るときに、まあ、尋問を受けて帰るときに海南富士市の方で殺されたというふうな伝承になっています。有馬王子については万葉集で2つの歌しか読まれていません。資料にあるようにもう一度帰れたらというふうに意の派に石を持ってと、またその読まれた句以外に何もないとなると何をもって検証するんだといった時に忽然と現れたのが、戦後経済復興もあったからでしょう、大変な予算がついた、昭和50年代に半ばに全国の
古墳の発掘活動が行われました。皆さんがよく知る、高松塚ってありますよね。それもこの時期少し前ですが、昭和47年です。前回お越しだった方にもお伝えしたかと思いますが、高松塚でさえお百姓さんが生姜を埋めようか掘ってたら石に当たり、その中に石室が見つかり、今国宝です。こちらは、私が、先代から持ってた場所のこの古墳をなんとか、その40年前に古墳は文化財指定になりました。ところがこの中に財宝は出てきたんです。銀の太刀、位を示す太刀、また漆の疾患というのは皇位継承者か近親、位の高い天皇に仕えたものしか埋葬されないという漆の疾患も出てきました。そういう遺物自体が古墳の後40年近く資料館の奥に引き出しに眠っていました。声を上げなければ、またこのように歓喜をしなければ、着眼というのは本当に風化の林というごとくですね、せっかく王位継承、日本の歴史を変えるかもしれないというのが紀伊国にあるというのに、着眼なくしてはこれはまた退化すると。平城遷都1300年に湧いていたので、同じ7世紀どうしたんやということで、少し話をいくつか飛びますが、私は東京のテレビ局の仕事をしています。教授の先ほど言っていただいた早草の映像も使わせていただき、報道ステーションで流し、本当に和歌山ということで言えばですね、すごく意識として和歌山で何が起こるだろうということを平素着眼していました。で、平城遷都1300年に湧く中で、同じ頃の7世紀の有馬王子が古墳が作られたままで終わっていると、着眼発見されたのが日本考古学第一人者の森浩一先生です。天皇陵古墳の研究の第一人者です。全国に800ある、古墳陵、その中で名前を付けて良いとされるのは奈良飛鳥の方に4つしかない。それ以外は例えば仁徳天皇陵も調査が入ってない中で名前を付けるべきではない、今では教科書で大仙古墳と呼ばれる、それの提唱者の方です。もう一度門を叩きました。2009年のことでした。森先生は在野において古墳は例えばですね、例えば宝物が出て中央に持っていくことはできるけれども、古墳はその地にある人たちでしかそれを検証し、めでることができない、かけがえのないものだという在野学を提唱されており、昨年その在野においての和歌山が誇る学者、南方熊楠賞を唯一お受けになったところです。その先生に言ったら敬重してくださいました。私はマスコミに行くことも何も言いません。一階の田舎で育った古墳の山があった家のものですと言いました。そしたら先生は大変感銘くださって、この古墳こそが万葉集を歴史資料と結びつけた日本で唯一である、千曲書房から万葉集に歴史を読むという本に私の名前も記して2010年2月10日に発行していただきました。で、昨年この五号で先生の実際のご登壇による講演が実現しました。五号日高古代史開伝としました。その題名で行われた司会は、NHK の歴史発見の特にずっとレギュラーの司会をされてた松平定徳さんです。松平さんにお越しいただき、森先生の講演が行われたのが昨年の11月10日です。11月11日が有馬文字の命日でもありましたので、こだわりました。それで講演は実現しました。実は森先生はその直前に足の手術をされ、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、その講演をもって本年先月8月6日に急逝されました。別の意味で和歌山で唯一を申し上げます。日本考古学を牽引された森浩一先生、生涯最後となった講演が和歌山県御坊市です。先月そのことを記した敗者の古代史という本が出ました。このことが書かれています。私のことも出てきます。森先生生涯最後の講演は和歌山です。森先生最後の絶筆、生前出された発行は
和歌山有馬温について敗者の古代史ですから、敗者勝者の歴史を皆さんは歴史の教科書で学びます。では勝った人だけを並べたのが本当の歴史でしょうか。明智光秀何、じゃあ天智じゃなかったらどうだとか、そう思った時に本当の歴史が見えてくる。大変面白い本で、発売から1ヶ月経たないで、出版やってらっしゃる方だと分かると思いますが、1ヶ月待たないで第4刷り、最初の初版売り切れ、2冊売り切れ、3冊、もう大変な好評を得て、平積みでもすぐなくなるという状態。この本が和歌山のことを発信してくださって、和歌山で講演いただいて、その絶筆となりました。有馬文字がなぜここに築かれたかというのは、この最も一番に仕えたのが父光徳天皇の近親の塩屋村寺この城と言います。塩屋という名前は当然塩田を称して、でこの時代に平城京で最もたくさん出ている木簡、いわゆる三毛の国に貢がれたもので一番多いのが塩でした。それの最大の勢力を持っていた塩屋村寺、その地に塩屋村寺の近親の地にこの葬られるんですが、ここは8基の古墳群がある塚野と伝承されている場所です。で日本が和国と呼ばれた最初の頃を死して、道成寺が菩提寺のように佇みます。南北北にあるという風水も見つかりました。ちょっと飛躍しますが、ちょっと空へ行ってみたいと思います。先ほどヨガヨガラでしたのに、西米は自分の中野への天智を、後世につながせたわけなんです。こんな巨石がですね、この辺にはありません。ところが西米は石の女王と呼ばれました。ちょっと星の話をします。西米は北極星を表すそうです。で、随行の歌人、この時にいろいろな天皇の身内に対して随行歌人がいるんですが、天才と呼ばれた額田の大君、最後に、読まれた句の中で難攻不落と言われているのが額田の大君の歌で、これは当然私もですね、まだ解明には至ってないんですが、これは本当にここで初めて申し上げるのは、その中に、大熊座とかですね、星の名前が入ってるんです。これはまた先生にも相談しながらですね、地で時、地で風水の時、天を見て、やはり当時においてですね、先ほど言いましたが、陰陽をまた風水というところで見ると、天と地をめでて何かを印字されたのではないかと思います。政治北という位置に道成寺はあります。普通の磁石で測る北ではないんです。それほど精巧に南北位置を指す、そのことの意味は何かということもまた和歌山に課せられた、また とても夢のある課題ではないかなと思います。先ほど山田さんの一徳の時に先生が生まれた時の空、亡くなった時の空ってやってましたね。もう本当に素晴らしい。有馬王子の亡くなった空を私は川辺天文台で再現していただいて、講演の時にそれを出させていただきました。そうするとですね、私は本当に星を全然専門ではないですが、先ほど申し上げた西米石の女王と言われたのが星の意味をする北極星であるとか、星に何かあるだろう。なので有馬王子が亡くなった、今から1304年前のその11月11日の星をですね、日本には和歌山には三郷天文台と川辺があるんですけれども、川辺天文台の方にお願いして、公演の時にその時の夜空を再現しました。先ほど本当に見えてたように、で四五線も再現して、実は天体というのは大変長い月表を経っても出てもあんまり動かないんだなと思いました。で例えば聖徳太子であるとか、その時代においてはとても星の位置を持って天命シスとかいろいろなんだったようです。古代はとても星を意識したんですよね。見つけました。和歌山に星物語という天文台の方々が星にめでる昔の話をですね編集した、これ別に売ってないんですよ、探しました。星と語った先人たちということで、
和歌山に存在する先人学者のことが綴られて、でその中に例えば今のような、天体工学などはなりませんから、そうするとですね、面白い、例えばカラスキは何か、オリオン座、ベルトにあたる3つの星の並びのこと、間違ってたらすみません、そういうことをですね、大変昔のですね、本当に今昔、星が描いたオリオン座北極、また星川の話とか、やはりこの半島というのは高原から遠いから星が見えるとかを申し上げますが、その意味ではこの三里、また川辺天文台の先人がですね、関東和歌山21プロジェクトの中で和歌山星空再発見プロジェクトというのをやったんだなと、古代にあったんだなと、この古墳を調べる中で、また考古学校の先生たち、森先生が、お泊まりになっていただくのは川辺天文台の天体望遠鏡の下に泊まっていただき、その夜に星空を実は再現したんです。でその時に、去年と申し上げましたが、はい、もう一個覚えて帰ってください。和歌山でその時に唯一のことがありました。星に行きます。全国星空の町、青空の町というプロジェクトがあるんですが、和歌山県で、和歌山市でもなく、唯一、先ほど先生に泊まっていただいた天文台のある日高郡川辺町という田舎ですが、そこで、星空の町、青空の町全国大会が去年この公演をやった、1週間後に行われました。これは唯一だったんですよ。で、ここで行われて、この時に、この間のオリンピック招致でフランス語で大変流暢なスピーチをされた高円宮妃も川辺天文台にいらっしゃいました。こんな山の中でやりました。で、少しですね、それで星の中のハヤブサに触れます。この川辺町、日高川町の百合本教授がハヤブサの、研究をされてまして、これは日高川町から宇宙科学の第一人者、北海道新聞賞を受賞されて、星空の町、青空の町で基調講演をなさいました。さっき教授お話を聞きながら、ちょっとネットをどんどん変えながらですね、その中でハヤブサのお話をいただきましたので、和歌山じゃあどんなつながるんやって言った時、まあ、東京のキー局ですが、先生たちが収められた画像を放送をさせていただいて感動したのと、またこちらに帰り古墳に取り組む中で、その古墳の地最寄りの川辺天文台のあるところで星空の町、青空の町、またこの百合本教授はこの日高川町の出身、母校の日高川町出身なんですが、はやぶさプロジェクトというところで、行っておりまして、北大の、理学研究院の教授でいらっしゃるんですけれども、サンプルの、初期分析というのは大変だったということで、知り終わったかなかったかみたいなことがありましたけれども、その小学生はやぶさの、研究、またその中で受賞されたというのも和歌山です。古代に遡るほど天と地を学習します。さらに古代に遡った時に、和歌山の地というのはその古代の遺跡遺構以上にですね、外交、大陸との外交要化線を抱える場所として名を馳せてきました。で、ですね、神宮統制の時にこちらに和歌山市の近くでは、名草戸部とか祀られている神社があるということですけれども、その時に軍議を交わしたと古書に記されているのが和歌山県の日高川沖と日本書紀に記されています。ではそこから検証すると、なぜここに築かれたかというのは、皇位継承者を築くためにはその地がそのためのものでなければならないというところに遡ります。哲学者梅原武さんと作家中上源次さんの対談に出てきます。ここは黄泉の国の始まり、そこを説かれた中で、皆さんに託されていることがとてもたくさんあるんだなということを感じます。で、もうお時間ですので締めていきたいと思うんですけれども、このようなプロジェクトに関わるきっかけになったのも、やはり一つのことが、これは大事で発信しなきゃというところで、古墳
ということが基盤にあったんですが、それを取り組んでいる中で、あ、そんな面白いことやってる人いるの、エルトゥールの代表の浦さんという方がここに早速来てくださいました。ということは、あの、意向であろうが遊戯恩義の意徳であろうが大事なものがあるぞと、それを着眼して集めた時に、あの、とても地域の力に戻せる。森浩一先生、発見者の森浩一先生が亡くなる前に全国の地域に呼びかけたのが、考古学は地域の勇気になるという形容詞だったんですね。それは考古学という手法を置き換えれば、このプロジェクトのようにここに存在するもの、それに対しての着眼というのは、え、そうなのとか、あの、先ほど大きなグローバルなニュースを聞けたの、え、和歌山の人とか、ましてや見れるものが直接あるということは、大変自身に持ち帰れるものが大きく問いかけていくことになるのではと思います。さっき、あの、風立ちぬの映画のことを触れていただいてありがとうございましたというのは僭越なんですが、あの、東宝の方で、あの、ジブリプロジェクトというのはチームを持っておりまして、まあ、宮崎さんは常々これが最後や最後やと言いながら、でも本当に最後にするために、まあ、映画祭の前に公式会見をされたんですが、チームプロジェクトとしてはどうしようかなというところはあるんですけれども、名題として解き放たれたのは、飛行機の流線形は魚の骨を見てでしたか、そんなくだりから始まるんですが、空にまたこの海運にして、記された紀伊の地、あの、本州最南端と、あの、半島最西端がある場所としてですね、今日持ち帰られる、またどのように心に残ったか分かりませんが、ちょっと時間の限りですので、本日はちょっと一つに絞らず、ちょっと海に行ってみました、星に行ってみました、それのまつわるものはこの地にありますので、次回につなぐということですので、ぜひ皆さん、あの、次につながる何かいいものを持って帰っていただければと思います。後半戦のご拝聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。お時間が本当すく、あの、少なくて申し訳ありませんでした。あの、質問の時間に移りたいと思います。今お話しくださった東さん以外にも、あの、初めにお話しなさった小林先生、三崎さん、福島さん、山本さん、沖戸先生、どなたにでも結構です。何かお聞きになりたいことございませんでしょうか。手を挙げていただけたら、あの、伺います。と、せっかくその珍しい東さんのお話もお聞きできたんですが、皆さん、あの、引っかかるところ、あ、はい、東さんお願いします。はい、あの、はい、岩内古墳から出た教職館とか、はい、あ、それから、あの、ギマキのですね、タチとか、今どこに置いてるとおっしゃったか、ちょっと、あの、ほぼのどっかに置いておられるって聞いたんですか。もう本当に、あの、救いの船のような質問ありがとうございます。さっきページのトップで止まってて、あの、話してる間こっちが動いてると思ったんですが、ご質問用に画面を用意しましたじゃなくあります。歴史民俗資料館というのが御坊市塩屋にございます。これはその遺物です。で、皆さん勇気を持ってほしいんですが、引き出しの奥に40年も眠ってたのを、私が動いて、私がどうかっていうんじゃなく、声を上げれば常設展示になってます。で、これは、御坊市の資料は大変分かりにくいところにあるんですが、あの、民族資料館どこですかって言っていただければ、ここにあります。で、このですね、あの、銀線ひぐまきの太刀なんですが、これがそうなんです。これは去年の春に1ヶ月、奈良の飛鳥資料館の記念展示、有馬1300年を経て声を上げたおかげで、遺物が奈良にお里帰りしました。当然、また御坊に戻ってきてます。これはですね、ここに、これはここにあります。で、これが遺構がここにあります。で、これはこの梅ヶ岳ですが、これが長所の、まあ、ここが、この太刀がこれ拡大したんですが、この太刀の、展示がここにあります。それと、ですね、この太刀、先ほど飛鳥資料館の展示、全国から集まったんですが、本物展示はこれだけだったです。いや、
そんなと思うぐらいレプリカ言ってもいいかなと思うんですが、それぐらい手つかず。でこれはですね、漆の疾患、漆の疾患っていうのを、まあ、吉兆門で下げるんですが、これが あります。これがですね、それじゃあこれ行きましょう。もう今行っちゃいましたが、これが奈良の飛鳥資料館の展示のポスターです。それと、ですね、次。これがですね、森先生がいらっしゃった、NHK 松平アナが来た、有馬と宮古という公演のものです。はい、これが午後で行われて、この時にですね、本当いらしていただければ、30年分の資料からですね、再現の映像からを全部、やれたのがこちらです。考古学の、今日皆さんもそうですが、考古学の講演で1000名近いのが前売り売り切れというのはもちろん無償でやりましたので、その証拠演も取り付けましたので初めてだったそうです。これが先ほどちょっとずっと紹介申し上げたかった森先生の最後の姿で、これを全部再現の場にして、これがここに、静止空を入れました。28色を入れました。こうポツポツポツと見えてた実は星の高松塚に描かれている静止空です、はい、これがそんな感じです。先ほど、ずっと話してたこれが、まあ、出湯であったり、岩城の、まあ、万葉歌を読んだところであったりですね。でさっき話で全然皆さん見えてなかったので申し訳ないです、平城京よりも広いっていうとみんなびっくりしますよね。でこれが大阪城の周りです。大阪城の周りに、まあ、ジオラマでこれが実物大の、大黒殿の横が再現されてますが、これが浪花の宮、有馬王子が世が世ならと暮らした場所です。でここが、公園になってるんですが、ちょっとこれ面白い話、道路がここで低くなります。意味なく低くなるんです。なぜでしょう。時間がないので、あ、そうですか、わかりますか。じゃあ時間がないので言います。この下に浪花の宮の遺構が無尽蔵にあります。ところが高い高速道路をやるための掘立て橋を潰さなきゃいけない。で私のような人たち、もっと高名な方がこれではいけないと一人で声を出した人がいて、ここの一番の要所であるところを低くしてた、ここちょっと状態になるような感じなんですが、深く掘り込まず作りました。でこれは NHK 大阪の横、大阪の、ね、民族資料館のところにあります。で、これがさっき敗者の古代史になる前に歴史の本に載った岩内一夫興奮に来た森先生と、先ほど遺物ご覧になりたいといった遺物がここに掲載されています。これの、はい、これが、さっき一緒の敗者の古代史です。すいません、お話、あ、これを最後にしておきましょう。すいません、エルトゥールの話しましたよね。海と穀物をつなげますと言いました。敗者の古代史の出版社がすでに随分前に出してたのはエルトゥールの海の翼だそうです。映画化の原作にという話が、これでものすごく無理くりですが、でも急でびっくりしませんか。原書が同じところが出版社でした。東先生どうもありがとうございました。最後に NPO 法人エルトゥールルが世界を救うから閉会の挨拶がありました。お忙しいところお越しいただきましてありがとうございます。実は和歌山にこんなすごいことがあるっていうのを今日皆さんと思われたこといっぱいあったと思うんです。浮世先生にしてもですね、和歌山にこんなすごい人がいるっていうのをみんな知らないんですよ。世界中であんなインターネット中継と中継したって、もう世界的に有名な人がこんなすごい活躍してるで、あるいはもう引き出しの観光の立役者がやれやったら、もういろんなことですごい活躍してるのに、こんなすごい人がいるって知らんというのを知っただけでも、ね、今日皆さん他の人に言ってほしいんですよ。でそれと今の有馬の御子の話なんていうのは、っていう話でしょ。もうこの子覚えたら絶対やらなあかんわってみんな思ったと思ったら、次みんなにどうせここ行くんでちょっと見といてという話をしていただきたいと思います。で我々は NPO 法人のエルトゥールが世界を救うというのを立ち上げているんですけども、これはその、形としてはですね、エルトゥールが遭難した時に下元町の人が助けてあげた。で、それを、トルコの人たちが忘れると、今度、イラン・イラク戦争があった90年後に日本を助けてくれて飛行機飛ばしてくれた。でそれは、
もちろんトルコの美談から言ってこない、その恩を返すために、まあ借りを返したというぐらいの美談としてしか皆、伝わらへんんですけど、トルコの人にしてみたらね、それもゼロではないけど人間として当たり前のことやっただけやと。というのはその前に串本町の人たちが、串本町で、助けた医者が、医者に対してトルコの政府が今日やってくれたと、薬代と治療費くれ払うわという手紙が来たのの返事がつい、10年ぐらい前に見つかったんですけど、その医者が何て書いてあったか言うたら、我々はそんな見返り求めて、薬代もらうために助けたんちゃう、人間として当たり前のことしただけや、もしそんなお金があんでやったら、あの軍艦沈んだ遺族の方に「お金になってください」っていう手紙を出してるわけです。すごいかっこいいでしょ。でそれと同じことをトルコの人がやってくれたっていう話になると、それは彼らはその我々に王様の魂がある、だからさっきの何となるために お返したんですけど、で人間として当たり前のことしただけやっていうのを王様の魂という誇りを持って当たり前のことしたって言ってるわけです。で串本町の人は当然、日本魂というか大和魂というか武士道というか当たり前のことを、困ってる人見たら助けの当たり前やんってやってくれたということは、人種時代関係なく人間としてやることは当たり前やろ。それ今ちょっとみんな忘れすぎてんのちゃうか。お金のためだとやるけど、儲かったらするけど、儲かれへんかったらせえへんわちゃうやろ。その心をみんなに伝えするのが今の世界平和、この矛盾を解決するのが一番ええちゃうの。その心を広めようよっていうことで、エルトゥールが世界を作るというちょっと大げさな NPO を作りました。でその時対策として、実はこの日本トルコの合作で映画を作ろうとします。で、この前の、カナダのモントリオール映画祭で、リキューに尋ねようというのが現象を取ったんですけど、それが今年の12月6日に復帰になります。でその監督が、山田監督が、たまたま串本町長と同級生で、町長が、おいお前同級生の良しみで、映画作ってくれや、言ったんやけど、そんなことだけでは作られへんわと。それがどういう物語か一回ちょっと見に行くわ、言って串本町行った時に、これはすごい話だ、ぜひ俺がやらせてくれっていうことで映画がスタートします。でその時に、もちろん全国風切り版の映画なんで、5億から6億かかるんです。でその予算が半分、トルコロケの部分はトルコが出します。で、あとの半分は日本で出してくださいということで、今日本でいろんな企業や、もちろん国も県も応援してくれるんですけど、皆さんにお願いしてるんですけど、まだそんなに、経済状態がどうのとかいろいろで、うまく集まってないのでですね、今日はちょっとお願いなんですけど、皆さんにお配りしたこの、エルトゥールの世界を救うの入会、サポーターの、もしお気持ちがあればですね、いくらでも結構ですので、会員になっていただいて、この映画活動をまず、成功させようです。で、その映画活動を成功させるのは単なる手段で、ね、先ほどお願いしたそのことが、和歌山ってこんなすごいことがいっぱいあったんで、その先人たちと同じ、血液が我々にも流れてて、我々もその先人たちのことを今に生かして、それを発信を和歌山からできるねっていう、そういう意味のサポーターを精神的、経済的にもやっていただけたらすごいありがたいと思います。で、もちろん、来年映画化、クランクインして、再来年の初めぐらいには上映されると思うので、その前にこんなやり取りってすごい話があるんやで、映画になるんやで、映画見に行ってや、で映画できたらすごい良かったね、でみんなにこの心をもっと広げようねっていう、そういうサポーターを、サポートを、今日さっきと同じ話で一人でも多くの方にこう宣伝していただいて、お披露目いただければありがたいと思います。それで今日は第2回目なんですけど、実は、第3回目を来年の2月ぐらいに、今の映画監督とそれから知事との対談という形でもう一回しようと思ってますので、その時はもちろん今日お越しの方にもご案内なく差し上げたいと思うので、この、アンケートのですね、ご住所か、あるいはファックスかメールアドレスをいただけると、ご住所だけだと来てない80円かかりますので、もしファックスだったら10円で済むし、メールだったらタダでいきますので、もしそういうので、お知らせいただければ
ればあの次回の案内をさらにさせていただいて、和歌山をさらに、住んでることに誇りを持ってさらに良くしていけるんちゃうかなというご協力いただければ本当にありがたいです。それから最後にこのちっちゃいあの紙を導入させていただいたんですけど、これはこれもですね、和歌山市で、インターネット TV で、世界に世界じゃない全国に誇るすごい頑張ってる会社があって WSTV っていう会社があるんですけど、ここはあのいろんな観光地や、史跡の、まあ、歩いて歩く動画のカタログみたいなのを作ってるんですけど、そこのホームページですね、今日、その会社の上村社長が、録画していただきましたので、今日の話を多分1週間か10日の以内にはこのホームページでもう一回見ることができます。だからもう一回聞きたいなと、あそこ聞き逃した、あるいはあの友達にも聞かせたいわという方はこのホームページをご紹介いただいて、みんなにそれこそあの宣伝していただければありがたいと思います。本日は本当にお忙しいところありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。すいません、もう一回言わせてください。今日あの、紹介いただいたこの本はあの後ろの方に15冊だけございますので、あの会員にお買い求めいただければありがたいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。